はい、どうも。ということで、本日なんですけれども、日向坂46とローソンのコラボ商品の、クリアファイルですね。こちらを買ってきました。お菓子3つ買えば、ファイル1枚がもらえる感じです。はい。で、ファイル6枚、ちょっと欲しいのがあったので、もらって帰ってきたので、まあ、18個ですね。お菓子買いました。はい。で、ヒッツが12個ですね。12、13、14、15、16、17、18って感じで、はい。こちらを買いました。はい。まあ、こんなにガム、まあ、ガム結構好きなんでね、多分、まあ、こんなにいらない気もしますけど、まあまあ、はい。まあでもファイル欲しいんでね、はい。で、ファイルの大きさは、以前あった欅坂の、ローソンのね、あったと思うんですけど、緑色と赤色の2種類があったと思うんですけれど、まあ、それと同じサイズでしたね、はい。で、裏はこんな感じですね。まあ、全員買おうかと思ったんですけど、とりあえず一旦ね、割と知ってるメンバーとか好きなメンバーに絞って買いました。はい。で、まず、平田の種目、メミなんで、メミはとりあえず2枚、はい、買いました。欅の時もね、リサは推しなんですけど、リサは2枚だけ、リサだけ2枚買ってたんで、まあ推しはとりあえず、なんか、一応使う用と保存用、使う用と使わない用で買ってるんですけど、まあ、結局どっちも使わないっていう感じなんですけど、いつも、はい。メミヤにとりあえず2個買いました。はい。ワンチャンもう1個あります。はい。まあ2個使わないんでね、どうせ。もうこれでいい気もしますけど、はい。で、小魚ですね、はい。めっちゃ可愛いっすよね、これ。てか、まず、あと人によってね、色が違うのも、個人的には気に入ってますね。はい、で、カトシですね。で、キョンコですね。で、最後、はい、ニブちゃんとなってます。結構僕ね、今日楽しみにしたんで、もう。ちょっとね、睡眠時間のためにね、ちょっとキャンペーン7時からだと思うんですけど、まあ7時から、そこ買いに行ったってわけじゃないんですけど、ごめんなさい、はい。ということで、僕が買ったのはこの6枚になります。ぜひ皆さんもね、買われてみてはいかがでしょうかね。まあ各店舗につき、1人4枚までなんで、もう、結構もう、8時半ぐらいに行ったんですけど、僕はね、結構もう、何人か、3枚とか2枚のメンバーはあったので、はい。ぜひ、まあ安全にね、確保したい方は、急いで買いに行ってみてください。はい。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。